こんにちは、ナガです。パワープロアプリやっていきます。今回はコントロール111デッキですね、いきたいと思います。深見、水木、オクタビア、西谷、桃谷、風薙ぎと、さあ行きましょう。ガラディンで、このデッキ精神が結構足りないと思わせぶりの割りかし技術が一番きつかったりします。まあ、前回一回だけやった時にそういう流れだったので、まあ、そこは気をつけつつやっていけたらいいかなというふうに考えています。これ休めばよかったら、今精神いったけど3人もいたから、精神じゃねえやスタミナか、何言ってんだ完全疲れてるわ。さあやっていきましょう。うわいいね、好きです。それは偉すぎる。勝ち運か、まあいいでしょう。精神来てくれただけ偉いとしましょう。桃谷が早く来てくれないとなかなか告白がね引き出しにくいんで。200になってる。虹谷は踏んでうんぬんもありだが、ちょっとこれ水木がいけるからさすがに行きたい。うん、水木が頑張ってくれてますね、だいぶ。で、初期値相当低いので、まあ、水木とか、あと誰、深見も結構低めか。なので、その二人はどんどん上げてって大丈夫ですね。二回指導してもまだまだって感じですからね。で、奥田は行くと危険がたくさんあるという話と、スタミナにしようかな。深見で追い越しちゃってもいいんですよね、一回ぐらい。まあ、ここは、風投げにしましょうか。せっかくスタミナに来てくれてます。クイック。飛行機ブーンのとか、飛行機ブーンのとか、まあまあいいでしょう。深見45行っていいか、これ。まあ、いけなくもないし、3人もいるんで、かなりお得なんですよね。45。いけたな、ギリギリ。ちょっと勝ち運取るか、ここまでいけたら。で、桃谷は、まあ、できたら虹谷がモテモテ。これが入ってから踏み始めたいですね、できたらね。うわ、いいっすね、オクタビア。偉すぎやろこれ。いい流れだ。これだってまたスタミナ踏んだし逆転でしょ。ちょっと変化、まあ虹谷の入れ替えをねしていきたいなという感じはします。いい流れやな。うん、ここは精神。おお、マジか、すげえやん。うん、バント封じは行きましょうか。縛りとかも行っていいかもしれない。これすげえいい流れだな。先制ストライク。うん、縛り潰したいですね。素晴らしい。取んなくてよくなったわ。まあ、査定的に取った方がいいけども。これも、妄想しちゃっていいよな。うん、妄想しちゃいましょうか。で、さっさと評価上げるのと、後イベの数減らしましょう。評価いったんじゃない ?OKOKOK、ナイス。体力消費は体力あるときに。で、え、桃谷いってますね。素晴らしい。何の文句もない。ゾト。ポンコツくれ、ここで。うわぁ、キレか。まあ、しょうがない、しょうがない。桃谷告白入りましたね。オクタビア。ああ、どうしよう。まあ、そんなに焦んなくてもっていうところと、66取れるんだったら行きたいか。ああ、無理ですね。普通に踏むか。
切れのチャンスもある。うん、逃げ玉か。逃げ玉今レベル3ですね。うん。くれ。よし、ポンコツ1入りました。で、ここはモテモテを押しておきましょう。おは、いいね。精神すごいことだったな。28。結構頑張ったらいけちゃう系？逃げ玉さすがに取りましょうか。縛りもね。737。打たれ強さ行こうかな。ああ、ここは勝ってほしかったな。まあまあいいでしょう。こんだけいい流れなんで。まああとは桃屋がしっかりと切ってほしい。いうところで。うん、笠なぎ水木、まあどっちなのかな。虹谷にかからなければいい。150ぐらい。投資取っちゃうか。いやー、投資は重なるからな。ちょっと落ち着こう。まずは、ここ踏みましょう。打球反応。うわー、いい。マジか。うい。からの夢で。うん、精神すごいな。まあ、こういう時はデートもいいですね。根性言ってよくね。まあ、桃屋の3回目まで行けたら行きたい。で、これモテモテ入ってるんで、評価もしっかり上がりますね。早い。正直君は早い。うん、深み80か。まあ行ったらまた精神入ってくると。ちょっと普通に踏みましょうか。打球反応と投資。攻めまくってるな。大丈夫かな。うん、ちょっと攻め気味でいきます。7、ありがてえ。おー、シングルか。どうすっかな。まあ、ダブルタック自体がそんなに数来ないんで、行ってもいいんだけど。ここはまあ、普通にデートしましょう。うん、カラーデートですね。しょうがない。風邪に踏みましょう。うん、虹谷頑張ってくれるな。全開いらね。これ強いなぁ。この3タックまさか見れるとは。で、これまた後ろ目入ってくる気がするんだが。さてさて。ここ入ってるし伸ばす？ていうか、そろそろ勝てるんじゃない？うわ、勝ったな。ただこれはさすがに踏むしかない。船長慣れましたね、この時点で。この3タックも強烈だし。うん、さすがにまあ抜かれるとは思う。まあ抜かれていいと思う。で、ちょっと待ってください。51か。だったらちょっと調整したかったけど、しょうがない。スタミナ虹谷でいいですね。で、51。ピンチ入ったか。取っちゃう。49。さすがにこれ虹谷が、越してくってことはないと思うので、あら、なかなか伸びないな。うん、素晴らしい流れありますね。
しかもまた7だ。緩急。ただ、二次谷で越したいんだよな。うん、変化球ポイント入らないですからね。うん、今はかなりいいな、あれだな。奥田はいけないですね、今は。行ったらアウトだな。まあ、ここか。二次谷に、さっさと敏捷をもらいましょうか。緩急は取りたくないね。リリース行くか。まあ、とにかく欲しいのは伸び。あれだな。うん、これは流れある。大吉来る流れある。まあ、伸びは最悪、桃屋と二人で、風投げで取れっちゃ取れるな。79。まあ、これは頑張って踏まなくてもいいけど。踏んだところで何とも言えないし、デートをします。空手だったしね、2回目が。虹谷行けばほぼ間違いないと思う。ここはオクタビアに抜いてもらいましょうか。まだ変化は早い。これどっちかが、どっちかが爆伸びするな。まあ絶対うまいんですけど、これデートでいいかな。一回デートでお茶濁したいな。ちょっと一回デートでお茶濁したいですね。めっちゃ能力上がるんだよな、多分。クイック終わらせますか。でいいか。変化、ここ行った方がいいかな。いや、まずは船長ポイントもらおう。で、奥田は行きにくいので、虹谷はそろそろゴーしてもいい。うん、虹谷はもうゴーして船長になってくれてもいいですね、全然。うん、ここは虹谷でもらいましょう。技術欲しいし、多分、うん、言っちゃってる。素晴らしいバランスですね。そして、なぜかやっぱり技術が辛い。2回目か。まだ球速そこそこなんだよな。なんとも言えん。変化球も伸びてますし、まあ、これは奥田マジ成功してほしいですね。ナイス。過去最高の流れじゃないか。うん、5000点出てますね。スタミナの時間かけも相当決まってのこれなんで、相当強いですね。いけたらいけましょう。2時台に85。いけたわ。で、指導決まりました。要所はもう置いとくしかない。クロスファイア復活。2時台が上行きましたね。変化入ってきたのも大きい。水木でいいでしょう。技術入れたいっすね。64。超
これもうこれでいってそうだ。うん、まあ同地で進んでいくのが大体いいので、まあ、オクタは祈るしかないですね。最悪ミスってもまあこれかなり強いと思います。シングルタックか。まあどうしよっかな。普通に踏むのか。踏んだら何もないの。なんか微妙なコツしかもらえないが、果たして行くべきなのか。うん、能力的にも微妙な。怖いや。早いんだよな。ここは虹谷でいいですね。あ、強心臓でよかったかな。まあ、ニタニーがこれ入れ替わり確定なので、変化でかいんだよな、とにかく。あざなぎ。休みでいいな。67。145か、どうやるな。これなんとか言ってほしいですね。かなりうまくできてます、いろんなことが。ドゴンジョ。うん。虹谷行っていいな。復活か。復活か。風薙強心臓にすればいいか。まあ、誰かしらが発願するか、かなり賭けにはなるが。うん。かなりの賭けにはなりますね。どうしよう。でもこれタック強いしな。全然復活以外でよかったんだよ。72。いけるかな。全然無理。デートで回復でもいいし、デートが微妙なので、ここは妄想で、チームランク行きましょう。いや、結構賭けだな、今の。能力二人発願させないといけない。これさ、泳ぐの嫌だな、だよね、基本、低めで。と思っているんだが、そこしか選ばないんで、なんともわからない。で、水木は、まあ、泳ぐの嫌だな、が一番安定だけどな。まあ、安定卓ですね。海の C パターン行けば一番でかいけど。まあ、安定卓を取りましょう。コントロール100にすると技術バカみたいに入ってくると。そうじゃねえんだよな。とただこれワンチャンスコンコツを狙いに行くのもなしではない。脱三振とかね。水木にします。手応え、みなぎる活躍いいですね。ちょっとポイントきついか。風薙、水木、風薙でいいでしょう。929、ポイントが、ポイントが死ぬほどきついわ。要所、安定、大行進。かなり強い、これ。うん、東大躍動、変化球いいですね。で、伸びにもらいます。サナギは強心臓いかんといけんと。ここもういけないっていう話ですね。なんで
どうしようかな。オクタビアスタミナ、まあ上げちゃって伸ばしてもいいかな。結構余ってそうだし、か妄想にじったに、まあ前火は大丈夫か。うん、ちょっと待ってください。79か。うん、これは行こう。臆せず行きましょう。手応え。オクタビアはもう伸ばすタイミングですね。ここはいいでしょう。10上がって勝手にもう行ってくれ。むしろ。むしろ、行ってくれ。うん、今直前にスタミナも上げましたし、多分、行くんじゃない？で、まあ、94と。さすがにめちゃめちゃ伸びてますね、と。で、まず150の依存のところを伸ばしたい。もっと伸ばしたいか。152。で、変化が溢れそう。これ取りたい。87。もう一丁取りたい。89。精神使いたい。復活とか行ったらやべえな。93。コントロールでいいか。89。で、さすがに無理ですね。オクタ行きたいですけど。お休みかデート。まあ、ここは休みでいいかな。チームワークも順調なので、まず体力を戻しましょう。で、両方とも強心臓待ち。で、みなぎる活力が入ってる。あとは、ま、どっちか。まあ、オクタビアとかを発願させたいか。これ負けましたけど、まあ、全然いい感じですね。これ勝ちたかったな。クソ強、8300。守備、水木でいいね。水木もさ、なんか、そろそろ、あ、水木が活力なのか。ミナピル活力取りたいから他の覚えてほしくないな。959。風なぎでいいか。風なぎもなんか覚えてほしい。なんか覚えてくんないと進まんわ正直。尻上がり取りますか。うん、こういう無駄な使い方が嫌だな。ただもう無駄な使い方しかできない気がする。筋力、まあうん、これにするか。じゃあカザナギ頼む、発願しよう。マナか、指導何回目？4回目か、まず1回。トビアが66、いけますね。ちょうど使えたわ、うまく。で、能力は伸ばしたくないと。不屈取れるといいな、緩急。先手必殺。お、あ、結構そこで変わるんだ。へぇ。しかもまた奥田だな。生きてんだけど技術欲しいから。ただ、オクタビアって、コントロールが今、89か。そんなに伸びないね、多分。言うて伸びないね、これ。99。まあ、ほぼ100近くにはなるからな。それは気をつけたいけど。もう1、2個取るな。取れねえ。取れねえ。速球対抗心がどんな感じかわからんな。まあ、これくらい上げとけば大丈夫だ。うん、ポイントバランスもいいですね。変化球をもうちょっと上げたいか。伸び、ありがたい。うん、耐えましたね。
もう100伸ばしちゃってもいい気がする。伸ばしちゃって取ってった方がいいですね。技術、うん、これはもう技術伸ばしてった尻上がりで完全燃焼。これ大丈夫よ、150万円ブン、オッケー。あとはマイベたちと発願した能力を取っていきたい。先手必殺か、先手必殺って微妙だったよな確か。これ強心臓先行く、まあ、ちょっと先妄想で行くと風投げと被る可能性大なんだよ。筆脱にすっかもしょうがねえかこれ。そうついて虹谷が復活ももらってて、風投げが発願してない。発願するんだなこういうと。まあもらっとくのがベターなのか休むべきなのか。前部って誰？あ、水木とか乾燥してない。これはもう行くしかないのか。ちょっと勝負かけるしかないですよ。おーい、ふざけろよ。うわー、なるほど。まあ、復活かぶせて、まあ、あ、復活じゃねえや、強心臓かぶしちゃった。虹谷でいいか。で、これで、もう一丁いけばいいんだな。これでおかわりすればいいんですね、強心臓。っていう立ち回りになりましたね、完全に。いやー、これ痛えなー。これはまあ、起きてしまうものではあったんですが、ちょっと水木が走ってないんで行くしかなかったんですよね。ザイドも水木の感想だいぶ怪しいな。これ風投げは一回休みでですね、放送しましょうか。もうちょっと怖えな、相当強いけどな。 S ランク乗らんよ。マグ、ま、うん、虹谷の変化がいいかな。 OKOK で強心臓はこれで取れましたね。ちょっと虹谷の変化いたんで邪魔でしたけど正直。うん、無駄にはならなかったこれで。まあ金徳1掛けっていう感じのイメージでしょう。あとはまあ被らしたかったな、新強心臓じゃなくて。間違えて復活の方取れなかったので、復活50にしたら結構経験点削減できるので、まあ、ここはしくりましたね完全に。まあポイント大丈夫やろ、 S も乗ってないし。見ますか、まあ、金徳が失敗しなかっただけいいって思うのと、あとはミスゼロをしっかりね取れればそこはいいでしょう。強っ、これは強いわ多分。しっかりと伸びとかも入ってますし、まあほぼほぼ申し分はない能力にもなってますね。あとは本当にちゃんとコントロール111とか乗るのか、技術絶対怪しいよね。バント富士取ってるよ。いやー、こんな時だけイベント走ってしまうのはいかんですね。多分水木マジで来いって。なんかもう7分くらいはいけそうな。あとは虹谷がもうちょっと絡まないときつそうっすね。これ終わってるかな、ちょっと怖いんだけど。桃屋は終わってる、オクタビアも終わった。
うん、まあ招き猫がねやっぱりないとなかなか厳しいかなっていうのもあります。まああったらあったで奥田爆走して失敗するんですけどね。これは強そうだな。多分過去一投手はうまくいってる感じですね。金徳はなくなりましたけど、変化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 で来い。うん、やべえな水木。重イベント重いよ君。虹谷でこれは技術を取っていくべきですね。これもう諦めるか。さすがにもう耐えれねえよな。まあ工夫したらいけんのかもしれんけど、まあ工夫はさい、まあ知ってみましょうか。できる限りの工夫。もう限界、もう限界、もう無理っす。結構技術使ってしまった。そしてハイスピンジャイロめっちゃいいの覚えるやんって感じですね。 S ランク乗ったらまず無理やろうな。チムラエース乗っけてえな。あとは結構補給上げてるのでそっちで伸ばせれば不屈も狙いますね。精神バカ余ってるんで、まあ、そこ行きたいなっていうのと、こんなに余るんだったらオクタじゃなくてもいいかもしれない。ただまあスタミナ減らすことでだいぶバランス変わる可能性はあるので、正直そこはなんとも思いますね。怖っ。ちょっとやめてやめてやめて。それはいい。ナイス打球反応。ちょっと今技術使ったの大丈夫かな。あ、もうコントロール100来てるんで大丈夫だとは思うんですけど、ちょっと怖えな。激強そうだけど。変化。うわ、水木か。まあまあまあ取っておきましょう。これを取らない理由がないからね。いくらなんでも。順応を取って残りがジャイロボール奪三振。もうこの辺取ってっか。牽制麦。切れば置いときたい。伸びは取ろう。で、取ってくともう限界ない。限界近い。玉落ち。ありがたい。鉄仮面。打撃が S になりました。土佐めでたしめでたし。一応75か。うん、77はいけそう。それ以上はマジで虹谷次第。ムービングいらんかな。スローボでいいかな。うん、出来上がりが楽しみですね。金一掛けがどれぐらい響くかな。ハイスピンとか鉄仮面まで欲しかったっすね。ちょ、ノーアウトやめよう。まあ変化球が虹谷だけだとやっぱり結構しんどいですね。伸ばしていくのもう一人ぐらい欲しいから、まあ、そうすると選択肢的には変化スタミナのアーサーとかにはなるかもしれませんが、またそれはそれで違うんだな。あいつくれるの精神だろうな。
今んとこはいいよ。小平はちょっと怖いですね。2ストライク。マイプレあればだいぶ楽だけどな。カラスマ粘るな。一応チームランクは ASAA だけど、つか今クロスキャノンに向かってんのか。技術か、ちょっと嫌ですね正直。ナイサマジでこれは勝たせてほしい。時折全然点取んなくなりますからね。おーい、虹谷いけんのに水木いるんだが。これさ、水木何回目？これで。いや、でもこれ多分1回だよな。ちょっと落ち着いて考えろ。水木選択肢出てないよな。落ち着け。落ち着けの選択肢出てない気がするんだが。落ち着けよ、出たかな。いや、出てない気がする。じゃあこれイベント未完走か。落ち着けの選択肢出てないよ。うん、多分出てないと思う、これ。いや、出てないっすね、これ多分。マジか。いや、出てねえな、これ多分。しょうがね、捨てるしかない。これで出てたら笑うけど。虹谷8アップしたけど超えてないですか。強い主人公が。虹谷は S3 にはなりましたね。多分あと1回踏めばまあ超えてくる感じですが。シラス先制のピンチを迎えました。そうか、水木はイベントがしんどいのだった。ストレート見送ってストライク。いきなり154キロ、投げた、アウトローへストライク。いや、2かけはしんどいですね、さすがに。しかもミスゼロと強心臓っていうのもなんかただで取れるようなものなんで、展開以外のところは。あーっとショーフライになった、取りました、送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。ただこの出来上がりはまあ悪くはないと思います。インロー空振り三振、ランナー1人を置いて迎えるバッターは木場。第9真っ直ぐ見送って、なんかシラス投手やれそうな。154キロ、低め外角ストライク。これで追い込みました。第3球は154キロ直球、空振り三振。リシャーです。シラス同点のピンチです。しっかり完走はさせたいです。今日はここまで3打数1安打。うん、やっぱりそのこれを考えるとやっぱあの深みのところの妄想ですね。あれはやっぱしなきゃいけなかったところなんですね。波動ランナー1人を置いて迎えるバッターは石黒。今日はここまで3打数ノーヒット。第2球ストライク、これで追い込みました。第3球を外角低め、見逃し三振。もうイベントの感想だけだとどうしようもない。シラス同点のピンチを迎えました。自分の力の及ばないところなので、シラスここ及ばせようとしましたが、頑張って妄想してダメでしたね。第3球は直球ストライク、インローへ。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。見逃し三振。ランナー2人を置いて迎えるバッターは荻原。でも精神は足りてない。多分技術どうだろう。2球目ストライク。1球1球に魂を込めて投げ込みます。バウンドショー、インコース低めいっぱい、見逃し三振。うん、大丈夫だと思いますが、なんとも言えないか。ミスゼロ欲しかったか。わあ、いいっすね精神。ここはマジで偉い。オクタビアの100はちょっと現実的じゃないか。まあまあ
系のか、そもそも。水谷生きてんのか、あ、いらねえか。あ、精神カドナギでいいですか。速球対抗戦に行く。もう筋力、まあ、奪三振の方が欲しいかな。いや、筋力、スタミナ上げるかもしれない。なあ、補給来たか。超尻上がり。うん、ポイントがね、また、カーストしてしまっているので。ちょっと制圧か、復活取るかな。もう取るか、つうか。ど根性だけ取りましょうか。いや、復活取る。さすがにもう無理や、あそこ来られると。さあ、ナイスタッチからの打つ。ゲッツー、スリーアウトチェンジ。シラス、ここはなんとかしのきたい。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で周囲。ワンチャンス、オクタビア、そして水谷。おお。の変化が来れば入れ替えあります、ね。第9直球ストライク、アウトローへ、いきなり154キロ。投球はこれから3、154キロ直球、空振り三振。さあ、次行きましょう。あれ、ヒントか。まだ取れるんだ。へえ。まあ、筆奪でしょうね。ここまで来てスルーする意味はない。これはもう無理やろ。もう入れ替えとかっていう話じゃないですね。155は乗せていい。ん？奪三振？これ何？西谷に乾燥しないの？三掛けだった。シラス先制のピンチです。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で、シラスここは外野前の場面です。第二球打った。センター落下点に入りました。そんなことある？三掛けで後ろはわりかし軽いけど、妄想もしたし結構。第九決まったストライク。いきなり155キロ。第二球アウトローへストライク。これで追い込みました。第3球をストライク、空振り三振。得意のジャイロボールで仕留めます。これもう一回できないぞ、この作戦。シラス同点のピンチを迎えました。ノーアウトランナー一塁三塁という場面で来るなら、ネクストバッターサークルに控えているのはなあ、ドクター K 自体はタダとは言いませんけど、ミスゼロ強心臓はマジでタダでもらえるんで、ちょっともったいないですね。これ相当余ると思う。第2球スライダーはストライク。これで追い込みました。第3球は膝元へズバッと決まって見逃し三振。なんでまあメモリ直球に送ってストライク。1メモリは間違いなかったな。次の流し打ち取ってアウト。正しい2メモリぐらいですね。2は言い過ぎか、まあ、1.5 ぐらい。ここはなんとかしのきたい。ここは変わってますね、絶対。第2球2球目ストライク。第3球空振り三振。バットが空を切りました。ランナー2人を置いて、これまだ最後エピログもちゃんと最後の変化する。うん、技術精神はありすぎなぐらいです。1球1球に魂を込めて投げ込みます。マウンド上は当てる。アウトコース低め、空振り三振。得意のジャイロ。すげえ。なんなんこれ、技術いった方がいいのかな。
振りましょうか、まず。終わってんな、終わってんな。ぶっちゃけもう脱三振ぐらいしかないか。技術取った方がいいか。いやでも脱三振ぐらいしか技術がないのか。そもそも、まあ、変化球を伸ばすっていう意味でもらえるポイントで足りるかな、変化球。まあ、これは確定していいでしょ。だってうん、技術ちょっと欲しいかな。なんか怪しいもんね、技術。精神は足りてるし、これは2歳行きましょう。めっちゃうまいけど。勇猛かかる。こんだけ踏んだら2歳マジで超えるんじゃねっていう。でも1取って切れ取りますか。でスタミナ最後エピローグと試合で経験点で上げていけばいいですね。お待たせ。シラス先制のピンチを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面で、なんとか最終戦までは来れてよかったなっていうところと、いやーもったいない。投げました、三振。得意のジャイロボールで仕留めました。寺門シラス先制のピンチです。ツーアウトランナー2塁という場面で、上限あんのかな。シンカーの三振に倒れています。投げました、外角低め、空振り三振。最後はキレのある。 OK ですね。いやー3掛けか。さすがに予想しなかったな。そしてこれ変幻自在かクロスキャノン。クロスキャノン来たらやべえな。まあでもどっちでもわかんねえか。ピントク以外はほぼ完璧でした。まああと S ランク乗っけられたらよかったなって感じですね。思いました。うわーすげえ、1万4000点できるわ。スタミナ仕掛けこんだけして、これはやべえな。取り切りましたね。いやー残しておけばよかったか。じゃあもう一球勝負いるか。もう取るとこないっすもん、もう強すぎて。強いて言えば変化とか。変化じゃねえや。これあげて、これあげて。もうないね。161乗っけるんなら、ヤシの毒取るかよ。広角重すぎ問題か。他何取る ?70 骨の方がいいでしょ。って思うのか、まあ弾道バンバンってあげるのか。精神使う系か。満塁男。まあ何でもいいのかもしれませんけど。ささやきはなんかギリ取れないな。ラッキーボーイとあとは、満塁がやっぱ取れますね。パワー10にするか。でまだ取れるやつがちょいちょいある。
でいいでしょ。まあかなり頑張ったと思われます。うわマジ、これはやばい。三掛け金徳はぁ、やば、強すぎる。まあ、ハマってはいたけどびっくりしたわ今。さすがに更新してねえと思うけど。あーやば、強っ。とんでもないのできましたね。あらー、これは言ってたら凄まじいことにはなってたと思います。普通に SS7000 発作れますね普通に。あらー、ははこれはたまげましたね、さすがに。ぜひぜひ皆様もこのコントロール111デッキ、まあこれは手持ちかなり選ぶので、できる方の方が少ないかもしれませんが、まあ、これはもう本当に実況者ならではというか、こう夢を与える側的のデッキがまさかのハマり具合でしたね。まあ今回その船長の交代とか、まあコツ具合も良かったし、あとはもう本当金徳のところだけ。という感じではありましたが、まあ、かなり夢ありますね。これちょっと突き詰めていけたらいいかなっていう感じはしますね。はい。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様の高評価、コメントお待ちしております。すげえ頑張りました、裏で。はい。また、Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また、次の動画でお会いいたしましょう。